にゃー、おぐりんチャンネル。こんにちは、おぐりゆかです。ギター初心者がその日誕生日の方のヒット曲をワンコーラス撮ってみるということで日々配信をしております。お付き合いいただければ幸いです。ちょっとですね、左腕を骨折しまして約2ヶ月ほどお休みしてたんですが、ちょっとコツコツリハビリを兼ねて配信していきたいと思います。よろしくお付き合い、いただければ幸いです。ということで、本日7月の11日、まずはウィキペディアで7月の11日を調べまして、そこでページ内検索で、歌手ミュージシャンをキーワードに検索しヒット曲を探っていきたいと思います。それでは、歌手、1946年伊藤貴美子さん、おめでとうございます。そして1951年山本正幸さん、おめでとうございます。なるほど。いやー、で、ほいで、もうこの人で今日は決まりかもしれないよ。っしゃ、1962年、藤井フミヤさん、お誕生日おめでとうございます。今日フミヤさん誕生日なんですね。ほいで、一応ちょっとその先も見てみましょうか。1979年、鎌田美希さん、歌のお姉さんだそうです。おめでとうございます。そして1985年、高杉さとみさん、おめでとうございます。1990年、小池ジョアンナさん、おめでとうございます。そして、1996年に、宮川大成さん、おめでとうございます。ちょっとこれはもう海やかな、念のため、キーワードミュージシャンでも検索してみたいと思います。7月11日のウィキペディアでミュージシャンで検索しますと、1957年元バウハウスのピーター・マーフィーさん、おめでとうございます。そしてのみということで、ちょっと別ページでも見てみたいと思います。7月11日誕生日、有名人ということで、チェッカーズの藤井フミヤさん、前田亜希さん、葉月リオナさん、近藤里さん、ニュースの加藤茂明さん、格闘家のアーネスト・ホーストさん、などなどなんですけど、そうですね、木の実奈々さんもそうですって、あとは俳優の斉藤洋介さん、などなど、皆さんおめでとうございます。ということで、本日は藤井フミヤさんで行ってみたいと思います。さあ、ではまずおぐりんチャンネルで藤井フミヤさんで過去、なんかやってたりしないかなと。一応ね、去年の3月に始めたので、もしかしたら藤井フミヤさんかぶってる曲があるかもしれないですもんね。さあ、やってるな。11ヶ月前に、トゥルーラブで、あとはそのジュリアにハートブレイク、そんなもんですか。そんなもんですね。タイトルに藤井フミヤさんが入ってるのはそんなもんですね。よし、じゃあちょっと藤井フミヤさんのカラオケランキング調べてみましょうか。ジョイサウンド1位、トゥルーラブ。まあ、そりゃそうですよね。2位、アナザーオリオン。3位、ゴーザディスタンス。4位、勝利の空へ。おし。アナザーオリオンかな？アナザーオリオンかな？ちょっと大事なことなので、二度言いました。それでは、ユーフォレットで、コードを見てみましょう。ユーフレットっていうのは、そのコードだけじゃなくて、歌詞とどこを押さえたらいいよっていうのが、図で説明されているとっても便利なコード譜サイトのことです。大好き。いつもお世話になってます。はい。では、藤井フミヤで検索しました。そうしますと、すごい。125曲。すごいな。フミヤさんの曲は125曲ありまして、アナザーオリオン。
アナザーオリオンありますね、初心者向けコード。さあ、初心者向けコードで、カポが、カポさん、ほい、じゃあ行ってみましょうか。カポさん、ちょっとね、まだ左手が本調子じゃないので右手でいろいろやりますけど、123、はい。で、Em, Em, 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 Em,
こんなんで合ってんのかな。ちょっと待ってよ。夜空が夕焼けを包む。ちょっと待って、私この曲知ってんのかな。夜空が夕焼けを包む。違う、絶対違う。ちょっと待って、なんだ、夜空が夕焼けを包む。違うよ、違うな、なんだろう。オリオンを見つけたよ、ご覧。この音知ってんのかな。ちょっと待って、ちょっと待って、夜空、あ、違う、夜空が、ちょっと待ってね、ちょっと待って、一回聞きます。聞いてみた。違ってた。でもね、掴んだのでいいと思います。いけそう。にゃー、行ってみましょうか。夜空が夕焼けを包む。ねオリオンを見つけたよ、ご覧。さたちあがあり、つないだてをはなそう。ここからはひとりでも別れじゃなくて、これが出会いさ。君のために僕は強くなる。たとえどんなに離れていても、あの星を行けそうじゃないですか。そう、行けそうじゃないですか。あ、そう、あ、え、そう、いや、行けそうですよ。ちょっと待って、行ける、行ってみよう。あ、違う、おいっす。それでは、聞いていただきましょう。ちょっと待ってね、今日がギターを始めて、ギターを始めて今日で504日目が弾く藤井フミヤさんのアナザーオリオン、行ってみましょう。これもう本番だ、本番だから、もう撮っちゃおうか。あ、まだか、もう一回やるか、撮っちゃおうか。いや、もう一回やるか、いいか、撮っちゃおうか、もう一回やるか、もう一回やろう。夜空が夕焼け
曲を知ってるからなんとか強引にことを進めてっておりますが、じゃあちょっと撮ってみましょうか。これでこっちのカメラで、すごいな、めちゃめちゃ赤ら顔だけど大丈夫なのかな、自然、全然自然じゃないけど大丈夫なのかな、全然自然じゃないけど、全然自然じゃない。どうしよう。待って、戻んなくなっちゃった。戻んなくなっちゃった。これで、これで、いけるかな？よし！じゃあ、行ってみよう！あ、ちょっと待って。全然準備ができてなかった。すいません。こうだね。これで、あ、始まっちゃわないで。待って、喋っちゃう。始まっちゃわないで。これで、こうして、いけるかな？こっちかな？ちょっと待ってね、こういうのだから、違うね。すいませんね、配信に慣れていないもんですから、すいませんね。こうで、こういうのもだから、本来はカットすればいいんですけど、まあ、そのままを楽しんでいただければと思います。ようござんすか。撮ってみようか。よいしょ。では、行ってみよう。よー。ちょっと待ってね、夜空、夜空が言うね、よーね、よー、オッケー、オッケーか？夜空が夕焼けを包む。ちょっと待って、立ち上がってない。OK!OK!OK! ゴーグル、行ってみよう。夜空が夕焼けを包む。Bye.
声にします。イエーイ、声にしますよ。まあまあ、そのあんまりね、その長時間弾いてると、この折れてって、今リハビリをやってる左腕がそのちょっと今痺れてきてはいるので、今日はこんなとこにしまーす。それではまた、毎日とはちょっと難しいかもしれないんですが、できる限り体調と相談しながら、配信していきたいと思いますので、今後ともお付き合いいただければと思います。頑張ってとか、あ、復活したんだ、聞こう聞こうって思ってくださってるそこの紳士淑女の皆さん、チャンネル登録、グッドボタンで応援いただければ幸いです。よろしくお願いします。それでは、本日7月11日は、藤井フミヤさんのお誕生日でした。フミヤさん、おめでとうございます。そして7月11日がお誕生日のすべての皆さん、お誕生日おめでとうございます。それでは本日のこの辺で、またねー。